今度は負けないわよ。そこ行くよ。おりゃそこ当たれ。ライダー、そうそう、今だ。レッド、任せとけ。任せた。レッド、頼んだよ。そこ今だ。まだまだまだ、そこ行くよ。そこ三日月よ。そこ、行くよ。行くよ。僕も続くよ。そこ行くよ。せっ、おりゃ、せっ、そこそこ今だ。行くぞ。おりゃおりゃ、いっけー、しっかりね。行くよ、行くよ。まだまだ。頼んだよ。今だ、ひより。
行くよ。そこ、えい、そこ、今だ。これならどう。おや、はっ、行くぞ。これでどうだ。おや、おや、行くよ、えい。かなり大きいけど、これならいける。避けられるかな。これでとどめだ。潰れろ。行くよ、行くよ。そこ、レンド、任せた。こいつだ。レンド、頼んだよ。そこ、そこ、行くよ、えい、行くよ。そこ、ゴミだ。食らっとけ。行くライザー、ライザー、隙を作って、今だ。そこ、当たれ。せい、せい、今だ。僕も続くよ。ぶっ飛べ。これを使おう。次もいけるかな。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。もっと頑張らないとね。足、遂げたぞ。白河のみんな。みんな、生きてる。わからねえ。俺、生きてるよな。多分ね。でもタオ君とアンベルさんが。大丈夫だとは言えないが、いって。死にそうだよ。もう今すぐにでも。これでなんとかなったはずだが、早々に引き上げないと群れの混乱に巻き込まれるかもしれんな。だってリラさん、リラさん、倒れたのにまだあの胸の部分が赤く光ってる。わからんが、ピルプサの生態とはまた別個の気候なのか。戦士の証に似ているな。随分と大きい上に輝きの具合も違うが。戦士の証、フィルフサを倒した者が得る。ライザ、どうした。この輝きじゃない、何かの力。戦士の証、フィルフサ、聖地。レント、
今すぐこの光ってる部分を取り出して。は？どういうこと、ライゾン。説明はキロさんのところまで帰ってから。私もまだ勘をうまく説明できない。マジでやるのか。てか、なんでそんな元気なんだよ。おい、タオ、手伝ってくれ。僕まで？もしかしたら、もしかする。みんな、これを取り出したら、急いでキロさんのところに戻ろう。ありがとう、ありがとう。すべてのオーレン族に代わって心から感謝する。いえ、そんな。結局は私たちの都合でやったことなんです。そんなにかしこまらないでください。だとしても事実は同じだから、ありがとう。帰り道でもいくらかの個体とは遭遇したが、群れとしては機能していないようだ。この聖地を占拠するという統一意志を持った集団ではなくなったわけだ。もはや野の獣と変わらんだろう。つまり大信仰も完全になくなったんだね。本当によかった。我ながらすげえこともやっちまったな。今さら実感がじわじわ湧いてきたぜ。めでたしめでたしって行きたいところだけど、島の問題はまだ残ってるんだよね。そうだな、ライザ。そろそろ女王から取り出したその赤い宝玉について聞かせてくれないか。何か思うところがあるんだろう。宝玉？うん、これなんですけど、女王の胸に埋まってたものです。これは巨大な戦士の証なの？私も初めて見るほどに大きくて確信が持てないのだが、どうやらそうらしい。多分これがクリント王国が採掘してきた資源の正体だと思う。あ、じゃなくてそう感じるかな。なんだと。島の地下で見た動力と同じ力をこれに感じたんだ。キロさんがボースに渡したお守りの輝きにも。そういえば士族の長老から、戦士の証はフィルフサが豊かな大地に救うことで生じると聞いた覚えがある。聖地が持つ力をフィルフサが体に取り込み結晶化させたものがこいつだということか。その秘密を突き止めればクリント王国の生み出した強大な動力が再現できるというわけだ。突き止めないよ。これを使って島の動力だけは作るけどね。そもそもそれがこの地を荒らされた原因でしょ。なら突き止めずにここで止める。ライザ、よく言ってくれた。アンペル、何か言い返すことはあるか？ない、ないよ。ああ、乾杯だ。錬金術師の生き方としてもな。まったく気に食わん。お前の考えた通りでいい。いや、今さら私が偉そうに上から言うべきではないな。ライザ、お前が正しい。
それを使って島を救うことだけを考えろ。ありがとう。なんかよくわからんが、ライザが一本取ったってことでいいのか。多分ね。でもランペルさん嬉しそう。僕は島を救えそうだってことがわかればそれでいいよ。キロさん、水はきっと近いうちに戻します。これは錬金術師としての約束です。うん、楽しみに待ってる。良き錬金術師ライザ。それじゃあ帰ろう。私たちの島をよみがえらせるために。ねえ、どこに行くんだい？よっ。どうかな。ここは思い切りよくドカンと。ちょ、お前にやった本をちゃんと読め。強大な力を放つ結晶体の取り扱いは慎重にと記してあっただろう。でもさ、その力を安定させるためには調合のタイミングを自分で制御して珍しくリラさんが優しく笑った。あー、違うんだよ。そういう笑い方もできるんだって意味だから。タオ、全然フォローになってねえぞ。だから悪気は。そうだ、少し前からレントとリラさんで街道行ったり来たりしてるそうだけど、なんで？強引に話題を変えやがって。別に何でもねえよ。長旅の心得を実地で教わってるだけだ。長旅？どこかに出かける予定でもあるの？まあちょっとな。タオ、お前こそ最近やけに坊主と仲良くしてるって聞いてるぞ。仲良くっていうか、島を動かす仕掛けがあるだろ。あれの分かりやすい手引き書を二人で作ってるんだ。なんでまたそんなことを？またいつ家の古書の読み方がわからなくなる事態が起きてもいいように、いろいろ備えておこうと思って。確か今アンペルさんとも昔の言葉を翻訳するための辞書を作ってるんだよね。うん、ちゃんとした解説って書くのが難しいんだ。文法とか普段は勘で読んでるところもあるから。うんうん、うなりながらあーでもないこうでもないと男二人で額を突き合わせているな。みんな忙しく動き回ってるんだね。そういうクラウディアもルベルトさんの仕事を手伝ってたじゃないか。村の会合で見かけたよ。まるで秘書みたいに横に立って聞かれたことにもテキパキ答えてさ、かっこよかったな。やめてよ、タオくん。お父さんの手伝いはしてるけど、まだ見習いってほどでもないんだから。クラウディアが最近ずっと一緒にいてくれるから、親父さんも嬉しいんだろうな。声が弾んでるし。そうなんだ。でも、それはきっと、私のことだけじゃなくて。私たち少し変わってきたね。こうして集まってはいるけど、それぞれやることができたっていうか。この先もっと変わっていくのかな。何クラウディア。ううん、なんでも。そう？あ、アンペルさん、タオ、
また島の地下に調合のための観察に行くから付き合ってね。ライザ、私もうすぐ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。この状態に持っていくためには何をどう作ったらいい？どうだライザ、お前ならそろそろレシピをひらめくと思うんだが。他力本願だな。アンペルさんも一緒に考えてよ。私よりずっとすごい錬金術師でしょ。いや、調合の理論を戦わせるのは楽しいが、実践の方はもうお前に任せて楽がしたい。ずるいな、もう。この調合が成し遂げられるならもう私たちがいなくても大丈夫だろう。何か言った？アンペルさん。いや、何も。でも、なんとなくつかめてきた気がするんだよね。こういう力が溢れてくる材料を使えば。思いつくことがあるなら片っ端からやってみろ。うん、何はともあれまず実行だね。材料を集めて作ってみるよ。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。ねえ、どこに行くんだい？よし、なるほど。どうしようかな。どこにし、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのかいいかな。うわ、いい感じか。何を入れるのかいいかな。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのかいいかな。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそう。どれにしようかな。これで、さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。何を入れるのかいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。どれにしよう。これでうまくいくかな。やった、できた。持ってるだけで力が伝わってくる感じ。これなら島の動力になるんじゃないかな。持って行ってみよう。ねえ、どこに行くんだい？よし、行く。できたよ。これなら動力に使えるんじゃない？おお、なるほど。確かにこいつは力を感じるな。見た目もここに使われているのと同じような感じではあるよね。じゃあ早速使ってみてよ。わかった。じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。どうかな。よくはないね。あまり変わらないみたいだ。一旦元に戻そう。え、そんな。
僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。これだってひらめいた感じだったんだけど、でも方向は間違ってないと思うんだよね。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。え？もういつ止まってもおかしくないくらい力が弱まってるのに。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。いいからやってくれ。はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。それ以上は持たせられないよ。いいよ、よろしく。さあ来い。行くよ。今までは燃え残りを探す感じだったけど、これなら炎のイメージが明確に見える。どうだライザ。見えた。弱り切った今じゃない。全開で動いてた昔を想像すればよかったんだよ。うまくいったってことでいいのかな。うん、待ってて、タオ、すぐに調合してくるから。おいおい、あまり焦るなよ。調合する材料が材料、道具が道具なんだ。わかってる。それじゃ行ってくるね。やれやれ、本当にわかってるのかね。気をつけて進むぞ。どこに行くの？どこに行こうかな。よし、い何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそう。どれにしよう。カレクター、どうだ。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。どこにしよう。どこに入れようかな。今回のボトルは、どこに行くんだ。よし、行くぞ。さて、お目当てのものは見つかるかね。
これなら余裕だね。おや行くよ、今だ今だ、おや行くよ、おや、うん、そこ行くぞ、今だ、せい、おや もう終わりかよ。どこに行こうかな。ねえ、どこに行くんだい。よし、ちょっとこ…ねえ、どこに行くんだい。どこに行くんだ。よし、行くぞ。どこに行くのかね。よ、頼むよ、何も起こらないでよ。肩ならしにもならねえな。せい、行くよ、今だ、そこ、せい、行くよ、さあどんどん進もどこに行くのかね。よし、行くぞ。どんな場所でも警戒を怠るな。これなら余裕だね。せい、今だ、そこ、行くよ、おや、行くよ、そこ、ライザ、頼んだ、せい、もう終わりかよ。どこに行こうかな。よし、よし、行くぞ。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。
場所、なんだか圧倒されそう。やっ、これなら余裕だね。せい、今だ今だ、行くよ。おやっ、すげえな。そこライザ、ね、頼んだ。そこおやっ、すげえな。ライザ、隙を作って通撃するね。そこ今だ、これくらい当然さ。肩慣らしにもならねえな。おや、行くよ、そこ今だ。せい、レント、今だ。任せた、行くよ、どうだ。レント頼んだよ。行くよ、キアリ、追撃するね。そこ、そこ行くよ、行くよ。今だ、せい。もう終わりかよ。今回は何があるかね。私も楽しみだ。どこに行くんだ。おやっ、行くよ、そこそこ、そうそう、行くよ。どうだ、レッツ、まだまだ、今だ、行くよ、今だ、どうだ、行くよ、レント、頼んだよ。行くぞ、行くよ、せっ、取っておきだよ、せっ。もう終わりかよ。どこに行くの。よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何をいく。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。さあ、何を入れよう。わ、何かが変わりそう。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。私がイメージした通りのものが、前に作ったのとは全く違う。この溢れ出る力、今度こそ装置は昔の力を取り戻せる。どこに行くんだ。よし、よし、行く。アンペルさん、タオ、できたよ。今度こそ本物が。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。うん、錬金術ができない僕にもわかるよ。全く別物だって。うん、それじゃあやってみよう。
前たちが今までやってきた全てがここにかかっているんだ。しくじるなよ。プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って私たちのふるさと。10年かろうじて装置を動かしてきた量をこの一瞬で超えた。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻す。よし、順調だ。島全体に力が行き渡っていくのが分かる。仕上げだ。炭水化装置を動かすよ。地表への放水開始。どう？地上に行ってみないとわからないけど、うまくいったはず。行って自分の目で見てこい、二人とも。自分たちの誇るべき成果ってやつを。うん、行こう、タオ。あ、待ってよ、ライダー。見事だ、錬金術師ライザ・リンシュタウト。自分の目で確かめてみろ。ああ、ちゃんと真水だよ。おめでとう。おい、やったぞみんな。防電地区の噴水塔から水が溢れてる。やったな、ライザ。でも休んでる暇はないよ。まだやってない大事なことがあるからね。オーレン族に水を返しに行かなきゃ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。何もかも腐ってるように見えるぜ。無事にキロさんのところにたどり着けたかな。俺が鍛えてやったんだぜ、大丈夫だって。ここに来るまでにも戦いの跡はなかっただろ。ん？ボースがって何の話？ああ、ボースが一人でキロさんのとこまで古式秘具を持っていくって話。俺だ。は？ボースが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。で、そもそもタオ、古式ヒグはあんたが。いや、それが持ってないんだよね。カバンの中は空っぽだったり。何考えてんのよ。大事な古式ヒグを一人で持っていかせるなんて。そうだよ、
フィルフサは統率をなくしてチリジリになったけど、まだ危ない場所なんだよ。やらせてやれよ。あの古式秘具を自分一人で届けるってのがボースなりのけじめなんだ。だからって、遅かったな。ケロッとした顔しちゃって、もう何が遅かったなよ。ようこそ良き錬金術師ライザ。君、なんだか変な形になっちゃったけど約束を果たしに来たよ。水源はこっちだ、ついてきてくれ。なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女ら王連族は一体何百年。これは水の流れる音。昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば統率を失ったフィルスタも去り、全てはゆっくりと元の。でかい仕事をまた一つ終えたな。溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ。ここは飛び上がるところだろ。お前もだボス。おい、引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じたまんまを。この聖地の水みたいにやったーってね。そうだな、今くらいは。約束は果たされた。この込み上げる最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。全ての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところでそのとあるものって何？私たちにも分かるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え？それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあ、お前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。ええー、
僕もう力仕事はしたくないよ。よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。封印完了だ。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのは、クリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今更だけどいいのか？そのキロさんのこと封印なんかしたらもう。彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。何百年でもな。森と聖地の本当の名も教えてくれた。そうか。みんなお疲れ様。これで本当に終わったね。剣の腕を磨くいい機会だ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行く。ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが、どうなる？どうって、大して変わらないんじゃないかな。モリツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。私たちの命をかけた大冒険ってその程度の結果しか出ないものだったんだね。それがなんてことないものを守ったってことなんじゃないのか？かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから私。クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボースから一緒にオートに留学しないかって誘われてて受けようかと思ってる。みんながここから？ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか、
お別れパーティーしないとね。ライザ、私、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。あ、今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、うん。何お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。あるわけないでしょ。強がったって私たちには隠せないよ。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。どこに行くんだい？よし、行くぞ。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけでまだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。どこに行くのかね。よし、行くぞ。なあ、あの地震からこっちすっかり寮も元通りさ。まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接言ってくれ。リラ、行こう。ああ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ、行こうか。どこに行くの？よし、行くぞ。Thank you.
よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。頑張ります。ずいぶんと熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。おう、どこに行く？よし。君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あ、はい。クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。あ、そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザ、準備できたよ。行こう。それじゃ、失礼します。どこに行くんだ？よし、行くぞ。どこに行くの？よし、行くぞ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。こいつが武者修行に行くとか言ってるが、ライザー、お前がそそのかしたのか？なんだよその言い方は。うんうん、私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。はあ、一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。
お前の好きにするがいいさ。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。きっ。さっさと行っちまえ。どこに行くの？よし、行くぞ。じゃーん、特別ゲストのボース君。我がライザのアトリエのご感想は？お前にしては上出来だな。あらら、ったく、口の悪さは全然治らないんだから。まあとにかくお披露目も終わったところで、旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思います。そういえば、俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ。ん？何？ライザ、お前はこの後どうするんだ？ああ、それなら目標はもう立ててるよ。この島に居残る錬金術師としてね。おお、聞かせてくれ。まずは数百年後の動力切れを見据えて、それを解決する。次に淡水化装置の新開発とか普及とか、それも解決する。それで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決する。どう？解決。具体的な方法は何も考えてないんだろうな。まあね、それを見つけるのもこれからの目標。もし全部が早めに片付いたら島を出るかも。逆に片付かなかったらずっと島にいるだろうね。ま、でもライザならなんとかしそうな気はする。しそうというよりやりかねないだな。こら、そこ余計なちゃちゃを入れない。大丈夫、ライザならきっとすぐに全部片付けて島を飛び出ることになるよ。私分かってるんだ。それで一緒に旅をしよう。お父さんも歓迎してくれるだろうし、なんなら二人旅でも。そっかそれもいいね。でレントを捕まえて、アンペルさんとリラさんも見つけて、オートでタオとボースをさらってもう一回今みたいにこうやって騒ごう。捕まえるってどうやってだよ。ってなんとかしちまうんだろうな、ライザなら。僕今からその光景が浮かんじゃったよ。これこそやりかねないってやつだ。その時に暇なら付き合ってやってもいいぞ。暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがな。もしずっとお互いがすれ違っちゃったら、ここ、いつでもどうぞ。ここはライザのアトリエ、私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから。
ューケン島っていう、なんてことない島の、ラーゼンボーデンっていう、なんてことない村。そこで結構すごいと自認する私は暮らしている。なんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。私はライザリン・シュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も京都でアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを胸に抱く。この退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。青くて深い夏の空を遥かに遠く仰ぎ見ながら、all right, my dudes, there you have it. That was Atelia Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout. I had to double check what the subtitle for this game was. Really, I think this laid a good framework for the Ryza series. I think this is the worst of the Ryza games, but even being the worst of the Ryza games, it's still great. It's a lot of fun. I love the characters. I really wish that it was in English, because that's just my general thing. I always prefer dubs. That's just me. But I really like the alchemy system in this game. The combat, I think, was interesting. I think it is improved upon, especially in Ryza 2. All in all, I think this was a lot of fun. It's a really nice game about growing up and adventure and all that. And I think really the whole franchise itself is kind of about growing up, taking more and more responsibility and adventure and whatnot. So this was a lot of fun. This was just a little pet project that I wanted to do. You know, just kind of a weekly, just sit down and play an RPG that I love playing. And I'm going to continue this on, starting next Sunday. We are, this upcoming Sunday, we're going to start right up with Atelia Ryza 2. Don't ask me what the subtitle of that game is, because I can't remember off the top of my head. But we're going to start with Atelia Ryza 2, which is my personal favorite in the Ryza series. I haven't finished 3, and I only beat the second one once. So, you know, I don't know, maybe I'll learn some more in this whole project when I actually go finish 3 and play 2 again. It's a whole thing. But yeah, I think 2 is my favorite so far of the Ryza games, so I'm really excited to play that one with you guys. It's going to be the same structure as this one, where we're just going to do no commentary. We're just going to, you know, every week there's going to be an hour and a half, 2 hour long video. Hopefully I can actually do one a week instead of what I've been doing lately, where I've been forgetting, but that's been its own issue. Yeah, I think that's about all. So yeah, so starting next Sunday will be Atelia Ryza 2. And on the 25th, stay tuned, because I'll be doing my first ever playthrough of an Armored Core game. We're playing Armored Core 6 Fire of Rubicon. So that's on the 25th. So,
All right. That's about all I got for you guys, other than the usual social medias that is down in the description. Like, comment, not already subscribed to the channel. Help us out with the algorithms and all that. And, yeah. And finally, I promise, that is all I've got. So for the last time in Natalia Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout, my name's H.J. Gels. This is on the Game Channel. I'm out. Thank you.